日系人とは、日本以外の国に移住し当外国の国籍、または永住権を取得した日本人及びその子孫のこと。2017年時点で約400万人存在すると推定されており、世界に散らばる日系人のうち3分の2はラテンアメリカに集中している。日本に居住する日系人は約30万人存在する。 日本人留学生や国外出張者など、日本国外に在住する日本国籍者は、在外日本人と呼ばれ、約140万人存在する。在フィリピンの日本人を描いた、絵画主演船が、日本人の商人を輸送したマニラで芸者と、クーリーが乗る日本の人力車在フィリピンマニラの、日系フィリピン人メディアを再生する日本のフィリピン。 移民メディアを再生するフィリピンレーテ島占領中の日本軍フィリピン、マニラ、大阪貿易会社のフィリピン日本人会社員フィリピン、マニラの大阪貿易会社の寮にいるフィリピン日本人会社員大阪貿易会社のフィリピン日本人会社員がフィリピンの戦前のマニラで野球をするマニラの日本人学校でのフィリピン日本人法人、会議自転車でマニラに侵入する大日本 帝国陸軍部隊オートバイで、マニラに侵入する大日本、帝国陸軍部隊フィリピンマニラの日系人バザール。左上から時計回り、東京バザール、都ホテルと東京バザール、日本バザール、神戸バザール在庫林ビルフィリピンの日系人バザール。左上から時計回り、セブ市の日本バザール、セブ市の大象バザール在 YMCA ビル。 ダバオ市の大阪バザールとカシワラホテル、マニラの大阪バザール1908年、ブラジルに最初の日本人移民をもたらした船の乗客リストの最初のページ。明治時代から第二次世界大戦の敗戦まで日本人が北海道、カラフト、ハワイ、満州、朝鮮半島、台湾、南アメリカ、北、アメリカへと広く移住した時代は日本が 主権国家として国境を確定し、外国に触れ、富を外国に求め、戦争と共にあった。第二次世界大戦直後までの日本は出生率が高く、政府は人口増加に比べた高知や雇用の不足を海外移民により緩和しようと考えた。ただし、移民本人や故郷にいる家族、親族にとって、 第二次世界大戦以前は一時的な出稼ぎの要素が強く、故郷に錦を飾ることを目標とするものが大半であった。このため特に移民一世では国籍の離脱、変更をしなかった者も,も多かった。一時的な出稼ぎと移民を区別すべきという意見もあるが、おおむね海外移民の講師とされるのは、ジョン万次郎などごく少数の漂流民を除けば、明治元年に、 残年者と呼ばれるハワイへの移民153名が、オランダ系のアメリカ人商人、友人バンリードアッセンのもと、非合法ながら渡航したのが最初である。これとは別に、当時独立国であった琉球王国からの出稼ぎ移民も多数存在した。このため現在も、ハワイの日系団体は、本土系団体と沖縄県系団体は別個の、組織として運営されている。 その後政府公認として、1881年のハワイ国王、カラカウアの来日を契機にした1885年のハワイ移民を皮切りに19世紀末以降本格化、第二次世界大戦後しばらくの間まで、日本政府も積極的に関わって行われた。ハワイ以外で移民が主に向かった先は南北アメリカ大陸であった。 1893年のグアテマラ移民をはじめとして、榎本武明の提唱により1897年に35名がメキシコへ渡ってグアテマラ国境に近い南部の赤小屋グアに入植した榎本移民をきっかけにラテンアメリカへの組織的移住が始まった。移民先はアメリカ合衆国とブラジルが圧倒的に多い。1908年。 日本政府と合衆国政府の間で、親市協定が結ばれ、日本からの移民制限、ハワイから、米国本土への移民禁止措置が行われ、事実上すでに移民した者の親族以外の渡航が、不可能となった。さらに1924年、廃日移民法が施行され、いかなる形の新規移民も認められなくなって、以降、第二次世界大戦前には、戦術のブラジルのほか。 ペルー、アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ、チリへの移民も盛んに行われた。一時期はフィリピンへも移民が行われた。第二次世界大戦前には日本が領有していた南からふと、朝鮮半島、台湾、南洋諸島へ渡ったものも多いが、これは日本領地内の移動と考えることもできる。法的には外国であった。 満州国への移住も南北アメリカ州への移住と様相が相違していたとも言えるだろう。これらの地域からは日本が敗戦した1945年から数年間の引き上げによって民間、軍属合わせて600万人を超えるとも言われる日本人はほぼ一掃された。両親を失ったり引き上げの途中で家族とはぐれたりして一家離散を余儀なくされ。 孤児となった一部の日本人年少者が現地人の家庭に引き取られ、現地人として養育された例もある。だが、南洋諸島で居住していた日本人男性と現地人女性との間に生まれた子供は、そのまま米軍島地下に泊まって、米国籍を取るものが数多くいた。その後独立したパラオでは、国を中村など日系人の政治家も多く、 現在も日系人が大きな発言力を持っている。また数は少ないが、敗戦後にベトナムやインドネシアに泊まり、これらの国籍を取得した残留日本兵もいる。アメリカ州への移民は主に農業に従事する人が多かった。大規模農業プランテーションでの小作のほか、日本国と受け入れ先国との取り決めにより、定の土地を自由に開墾する権利を与えられたというケースが、 よく見られる。しかし多くの場合、その土地は、現地の人が開墾に二の足を踏むような劣悪な場所であり、また、流通市場の確保等の面において様々な困難、差別を受けることも多く、初期の移民は、白人地主に搾取されることも多かったため、成功に至れずに継いえてしまった者、帰国した者も,も少なくない。それらの悪環境の中にあっても、 日本人の特質とも言える、きめの細やかな管理が重要となる養鶏や、果実栽培等の分野を中心に徐々に成功するものも現れ、ブラジルでは、大地主になるものも現れた。これらの成功者の功績等により、日系人は、移民受け入れ国内でも、一定の評価を得るに至り、日系という単語が認知されるほどになったところが、多い。第二次世界大戦直後には、 沖縄県等の戦争の傷跡の深い地域から南米に移民する人が多かった。例えば、ボリビアには沖縄という名前の日本人移住者が作った村がある。この移住事業には GHQ と中流アメリカ軍の意向が強く働いたと言われている。日本政府は1956年にボリビアと移住協定を締結し、1959年に パラグアイと移住協定を締結し、1963年にアルゼンチンと移住協定を締結し、1963年にブラジルと移住、植民協定を締結するなど南米に移民を送り出した。1959年にパラグアイと締結された日本の国策による移住協定は、1989年に効力が無期限延長に改定され、 8万5000人の日本人が受け入れ可能となっている。戦後の南米の移住者たちには日本政府の比較的手厚い支援があった。JICA の南米での事業の大きな柱の一つは日経時に移住者の支援にある。JICA による日経社会支援は資金援助よりも多数の農業専門家を派遣したり日経社会青年ボランティア制度を運用する等といった人的。 技術的な支援があるになっている。移住者数は、第二次世界大戦終結から1950年代にかけて、ベビーブームによって人口爆発が起こったことなどから飛躍的に増加したが、この時に土地がなくなるなどといった危機感があり、国策的に移民が行われた。周到な準備がなされずに移民喪失が行われたため、機民と呼称されることもある。 しかし、日本が高度経済成長を遂げ、国民が豊かになった1960年代に移民希望者が減少し始め、外国に移住するメリットがなくなり、1980年代から1990年代には、ごくわずかとなった。1970年代末以降の移民は、主に海外への憧れによって、 海外移住を求める者がするものとされ、アメリカ合衆国やヨーロッパの大都市を中心に、以前と比べるとかなり小規模ながらも行われた。この時代になると、交通機関、メディア、通信技術の発達、またビザなどの渡航に関する手続きが簡素になったため、海外の情報が大量に流入し、それに憧れる者が増えたためである。 1970から1980年代などに行われた日本からの留学生が帰国せずに居留国にて永住権を取得するまたは現地国籍を取得する行為は通貨の価値バランスにも影響されて1980年代末1990年代初頭の留学ブームで多少助長されたしかしながらバブル崩壊後から2010年前後には留学ブームの 加熱自体がほぼ収束し、留学生の数は最盛期に比べかなり減少したため、現在の主な移民理由は、外国人との結婚、親族の国への移民、1980年代の日本企業が海外に進出した時、外国で生まれた子供が成人し、日本国籍を選択しない場合、長年外国に住む帰国子女が日本になじめず、居留国にどうか移民するなどが、 主な理由である。現在、日系人社会は、19世紀末から20世紀、初頭に移民したところでは3世から5世が、戦後移民したところでも2世3世が、中心世代となってきている。日本国外にいる日系人を中心に日本語が、読み書きできない、話せない、日系人も珍しくなくなっている。特に、アメリカ州では、 太平洋戦争下で日系人の強制収容や激しい差別が行われたため日系人が移民先の国民であること適正外国人ではないことを国内に示すため1930から1940年代生まれの賛成以降にはわざと日本語を教えなかった家庭が多くあったことも影響している日本国の国籍法は1985年に 改正されるまで不敬血統主義をとっていた。すなわち、父親が日本国民であれば子も日本国籍を得られるが、母親のみが日本国民である場合、子は日本国籍を得られなかった。20世紀前半に日本から移民した一世の下で生まれ、現地で結婚した日系二世の女性から生まれた子供は日本国籍を得ていない。 またこの事情により、日本国籍を得られなかった賛成男子の子供も、日本国籍を得られない。日本国の国籍法の父母両系血統主義の採用から30年近くが経過し、このような事情が存在していることを想像することは、難しくなっているが、留意すべき点である。日系人はしばしば複数の国籍を持っている。 1985年以降、日本は国籍に関して、主に、父母両系統決闘主義である。一方で、日本人が多く移住した北米、南米の多くの国は主に、出生地主義を取っているためである。近年の改正により、出生地主義国も、決闘主義的な要素を、決闘主義国も、出生地主義的要素を統合する傾向がある。例えば、 カナダ人夫婦の子供はカナダ国外で生まれてもカナダ国籍が与えられる。記事主義の国で1985年以降に生まれたものは両親のどちらかが日本国籍を保持している限り日本と出生国両方の国籍を持つことができる。また記事主義の国ではなくとも日本人と血統主義の国の人間との国際結婚であれば 生まれた子供が二重国籍を持つ可能性がある。またそのような国際結婚家庭の子供が基地主義の国で生まれた場合、子供は三重国籍となる。ただし、中華人民共和国など一部の国では決闘主義の規定が厳密である。例えば、出生した日本人と中華人民共和国籍保持者の子は、出生とともに中国籍を保有するか、 日本籍を選択することを強いられる。仮にも日本人と中国人の親を持つ子供が両国に出生届を出して両方の国籍を得ようとしても日本の国籍を選択する意向がないか厳しく調査される。中国当局に外国籍の所持が発覚した場合、 中国籍を剥奪されるため、中国人と日本人夫婦の子孫は、日系人にはなり得たとしても、日本国籍と中国籍を持つ多重国籍になることはほぼありえない。海外で出生の子供の出生届を日本の大使館、総領事館に提出しなかったり、出生届に国籍留保の記入をしなかった場合は、 両親とも日本人であっても子供に日本国籍は与えられない。日本の国籍法は経過措置等を除き多重国籍を防止する要1984年に改正1985年に施行されたため基本的には22歳になるまでに国籍を選択しなければならないとされている。しかし日本国籍の選択の宣言をしても他の国が 多重国籍を権利として認めている場合には、その国籍は失われないため、多重国籍の状態でいられることになる。日本の国籍法は、日本の国籍の選択の宣言をした場合、他国の国籍の離脱に努めることとなっているが、それには強制力はなく、また実際の運用上それを強力に要求した、事例は知られていない。他国籍ついてはあくまで、 日本の国内法に基づき外国籍を放棄することを日本政府に対してのみ宣言したと日本政府が一方的にみナスに過ぎず当該他国政府に対して国籍を変動させるような拘束力を持たないからである日本の国籍法は多重国籍を認めている他国において日本国民の権利を行使することや他国民の権利を行使することを禁じてはいない また、法改正前からの既得権者に対する経過措置として、みなし宣言者に対しては、国籍法第15条の国籍選択の再告及び、第16条の他国籍の離脱の努力規定、外国公務員となった場合の日本国籍、喪失規定は適用されないこととなっている。このため、日本政府からは日本国籍を選択し、 外国籍を放棄することを宣言したとみなされているものの法的には日本国籍も外国籍も引き続き合法的に保有している中国籍者が多数存在する一方この改正以降に出生するなどして本人の死亡によらずに日本と他国との刺激に籍となった者は22歳になるまでの間に国籍の選択をしなければならないのは 改正前からの茂国籍者と同じである。ただしその期限までに選択しなかった場合に、日本国籍選択宣言にしたものとみなすような、どちらかに自動決着させる規定はなく、そのまま未選択状態が続く選択をしなかった場合は、国籍法第15条の最国規定の適用を受け、日本国籍を失う可能性がある。 日本国籍の選択を宣言した場合は、他国籍の離脱に努めることが求められるなど、改正前からの茂国籍者とは異なり、規制が厳しくなっている。なお、元々の制度として、茂国籍者を、網羅的に正確に把握、登録するシステムが日本にはない。このような、みなし宣言者、未選択者、日本選択宣言者である、日本人の中には、 日本の旅券と外国の旅券の両方、あるいは外国の旅券のみをもって、日本での出入国手続きに及ぶものが存在する。このような場合、出入国管理及び難民認定法、第2条、第2号の規定の建前から言えば、茂国赤社は、当然に、日本の旅券で、日本人扱いで出国、帰国手続きをすることが求められることになる。 実際には前述のように政府がそもそも誰が刺国に席者かを把握しきれていないため外国旅券でそのまま外国人として手続きができてしまうケースもある。現実的な出入国手続きの現場の対応としては戸籍等本その他の資料で確認の上外国旅券に日本人用の出国帰国証印を押して中国席者と 漢字で不起し日本人の出国、帰国の記録として取り扱うこととなっているが、特に日本からの出国で外国旅券のみの場合は、日本国籍の確認に手間取り出発便に乗り遅れるなどの不便をこむる可能性もある。日本の国籍法の多重国籍に関するさらに詳しい内容は、国籍法多重国籍者の国籍選択制度を参照のこと。 日本には35万人の日系人が居住しているが、基本的にビザの問題は存在しない。1990年の入管法改正で、日系2世や3世、またはその配偶者は、就労活動には制限のない在留資格が与えられており唯一、公認された合法的な非熟練外国人労働者である。日本政府は、政策上、 製造業や建設業、サービス分野での単純労働の外国人は受け入れないという方針を定めているが、日系人が唯一間接的に合法化されたその種の労働力である。日韓現代はペルーのジャーナリストの話として、日系人になるとビザを取りやすいといったことで、ペルーでは闇取引で戸籍を購入する人が多く、 ペルー史上最大の殺人犯のペドロ・パブロナ・ナカダル・デナは、不法に戸籍を購入したと報じた。モーニングバードで、小松康氏は、養子縁組によるものだと説明した。日本国籍を保持している場合、永住者として、外務省が調査する、在外日本人の海外在留法人統計に出て、来るが、2世、3世となると、国籍は離脱し、また、 混血も多く正確な日系人数の把握は難しい。南洋諸島のパラオやミクロネシア連邦を、マーシャル諸島では全人口の2割程度が日系人とされることもある。また、長らくペルー日系人口は8万人と言われてきたが、この調査は数十年前に行われたものであり、しかも当時、ペルー国外に住む日系ペルー人は、 調査対象とはならなかった上、日本人との根血をあまりカウントしなかった。これらの事実と、その後の自然像を勘案すれば、現在の日系人口は数十万に達している可能性がある。ペルーの人口の3%を占めるという説もあるが、いずれも実数調査がなされていない。カテゴリー、日系人も参照。日系アメリカ人のジョージ・アリオ氏女優モデル。 デボン・アオキ・マーシャル・諸東京和国初代大統領の、アマタ・カブア・カシュのジェロ・フィリピン・オク・マン・長者のエドガル・インジャ、プ、社俳優のジョージ・タケイ・ロシアの政治家、イリーナ・ハカマダ・ブラジルの格闘家、両都・マチダ・フィギュア・スケート選手のクリスティ・ヤマグチ・モデルの、アドリアナ・リマ・フィリピン国民的英雄の、ホセリサ・アール・ラブ・フォックス。完成時セール・セクシーのボーカル。フィクションにおける、日系人は、 流暢な日本語を話す、外国人らしい雰囲気を持った人物設定として利用される。例として、マスター・キートンの大地、平海イコール・キートン、軌道警察、パトレーバーのカヌキハナ・クランシー、ツーハートの宮内・レミー、ゴルゴ13のゴルゴ13など、ありがとうございます。